週末論シリーズ今日は目視録8章です。8章から7つののラッパの裁きが始まりまりすで前回までは7つの封印を見てきました。でいろんな裁きが次から次へと出てきて、まあ、こんがりがりやすいところです。で大切な点は目視録4章から見ているこの一連の幻が何を伝えているかということを忘れないということです。で地上で起きるさままざなな悲惨な出来事を見て これをただの大観んだというだけではポイントを逃してしまいます。ポイントは黙示録の一連の裁きの幻を通して神様の計画や見心が表されているというところです。どんな見心が表されているのでしょうか。神様の見心は良いものなので巻物を開くのにふさわしい方がいないことを知ってヨハネは泣きました。この視点を忘れてはいけません。どんな見心だったでしょうか 目白の五章九節十節をもう一度見てみましょう。彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない。私たちの神のために、この人々を王国とし、祭主とされました。彼らは地上を治めるのです。 でここからわかるように、それは永遠に続く神の国が公に宣言されているということです。永遠に続く神の国というのは、ダニエル書の幻を見たときにも、中心のテーマになっていました。どのような形で、じゃこの神の国が公にこう世界に示されるんでしょうか。それはイエス・キリストを十字架につけ、その後もキリストの教会を迫害した。 この当時のユダヤ人指導者とその力の源であるエルサレムの神殿を破壊することによってですでこの神殿の荒廃というのはダニエル書でも「オリーブ山の説教」でも予言されていたことでしたで前回まで,までで7つの封印のうち6つの封印が解かれましたでいよいよ8章では7つ目の封印が解かれるという時に7つのラッパの裁きがこう続きます現代の感覚では 物事を時間中に記録しているというふうに考えるのでどんな傾向出来事が次から次へと続くのかと思ってしまいますしかしそうではなく同じ70年のエルサレム神殿の崩壊の出来事を違う角度から描いているというふうに考えればぐっと目視録が理解できるようになるのではないでしょうか目視文学は必ずしも時間中に書かれていないということ 最初の予言書を読むときのこの原則でも確認しました。同じ内容を別の視点から見ているというふうに解釈するのが妥当です。ダニエル書でも4つの部分からなる銅像、そして4つの獣、そして70種、それぞれの幻が同じ出来事を表していたことからもわかると思います。では見ていきましょう。目示録の8章1節。子羊が第ナの封印を解いたとき、 天に半時間ばかりの静けさがあったで、最後の雰囲でどんな結末があるのかと思っているとそこに半時間ばかりの静けさがあったというのですこの静けさは何を意味しているでしょうか続きを読んでいきましょう黙示録8章2節それから私は神の御前に立つ七人の御使いを見た彼らに七つのラッパが与えられた 三節から四節。また、もう一人の見使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに、見使いの手から神の御前に立ち上った。七人の見使いは、 ラッパが与えられてそしてもう一人の見使いは金の香炉を持って祭壇の前に立っていますでそこから出てくる香の煙というのは生徒たちの祈りをこう表していますそしてその祈りは神様の御前にこう立ち上っているというそういう巣が描かれていますで生徒の祈りがこのラッパの裁きの背後にあるということがわかります半時間ばかりの静けさは この生徒たちの祈りを表しているというふうにも言うことができますでそれらの祈りは天の座に昇っているというのですどんな祈りの内容でしょうか目視録のこれまでの内容から見ると迫害の中で苦しんだ生徒たちの祈りであるということが予想されます目視録六章で描かれた生徒たちの祈りをもう一度見てみましょう目視録六章九節から十節 子羊が醍醐の封印を説いた時私は神の言葉と自分たちが建てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た彼らは大声で叫んでいった聖なる真実な主よいつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか迫害で命を落とした生徒たちの正義を求める祈りです まさにここでこの祈りがまあ聞かれたというふうに考えられます続きを見てみましょう目白く8章の5節それから光飼いはその航路を取り祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけたすると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった生徒たちの祈りが応えられ裁きの火がこう地の上に降り注ぎます で天からの火で焼かれた街で私たちが、まあ、思い浮かべるのは創世紀19章に出てきたソドムとゴモラではないでしょうかで実際にエルサレムは、まあ、11章でソドムというふうに呼ばれていますちょっとその箇所を見てみましょう目白録11章8節彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる彼らの主もその都で十字架につけられたのであるとあります 宗が十字架につけられた都というのはエルサレムです。そしてエルサレムは霊的な理解では神様の裁きを受けたソドムとエジプトに比べられているということがここで分かります。ですからこの八章で見られるラッパの裁きはエジプトでの銃のその災いや硫黄で滅ぼされたソドムの滅びと似ています。それだけでなくおそらく ヨシアキでイスラエルに滅ぼされたエリコの街とも比べられています。特に最初の半時間の静けさは、エリコの周りを回ったイスラエルの取った静寂と比べることができます。ちょっとその場面を見てみましょう。ヨシアキ六章十節。ヨシアは民に命じていた。私が時の声を上げようと言って、あなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。 また口から言葉を出してはいいけないでここに出てくるラッパの,この7つのラッパもエリコの町の崩壊で重要な役割を果たしましたその後13節のところ「7人の祭司たちが7つの大牛の角笛を持って主の箱の前を行き角笛を吹き鳴らした」「武装した者たちは彼らの先頭に立っていきしんがりは主の箱の後ろを進んだ彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした」 まツノブエというのはラッパのことです。でエリコの町はちょうどこのイスラエルの民がヨルダン川を渡って約束の地に入るその入り口に位置していた町ですで。イスラエルという神の民をこう拒絶しそして神の民が約束の地に入る道を塞いだ結果ですねエリコは滅ぼされました。神様の約束と神様の民をないがしろにするということは必ず重大な結果をもたらすということはどの時代にも言えることです。 私たちが恐れないといけないことは、目視録ではこのイスラエルの民が逆にキリストに敵対してしまったことで裁きにあっているということが描かれていることです。このシリーズでは何度も言ってますが、でもクリスチャンは安全だということにはならないということです。ローマ11章20節をもう一度見てみましょう。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。 高ぶらないで帰って恐れなさい。もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。神様の民として歩んできたものであっても、エルサレムの指導者は救い主を十字架につけ、教会を迫害した結果をその身に負うことになったのです。またこれも大切な点なんですけれども、ラッパというのは、 世の終わりをも指しているということです黙示録の裁きは当時のユダヤ人指導者に下ったので自分たちはまあ大丈夫だというふうに思わないことですなぜなら世の終わりの主の再臨がこう示されるときはいつもラッパの響きがこう描かれています例えば第一テサロニケ4章16節見てみましょう主は号令と密会の頭の声と 神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。で、ラッパというのはこれは神殿の儀式でも使われていました。で、主が再臨されるときに鳴らされるラッパというのは今日見ているように天の神殿で行われている儀式の一部でもあるということです。で、地上でいきなりラッパの音を聞いたらまあ、びっくりするだけですけれど、黙示録は 天の聖城で行われている儀式と地上で起こることがどのように関係しているかというのを示しているのです。エス様が去りされる時もラッパの響きのうちに天から下ってこられます。その時私たちはただ驚いて慌てるものにならないようにこの幻が記されているのです。ですから8章のラッパの響きのうちに行われた。 70年のエルサレムの神殿崩壊の裁きの出来事は私たちにとってそのまま私たちの世の終わりを示す予言ともなっているということです続きを見ていきましょう8章の6節からすると7つのラッパーを持っていた7人の御使いはラッパーを吹く用意をした7節「第1の御使いがラッパーを吹き鳴らした」すると血の混じったひょうと人が現れ地上に投げられた そして地上の三分の1が焼け、木の三分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。エルサレムを実際に攻めたローマ軍によって、まあ文字通り、えー、当時の町も木も青草も焼かれてしまったということは、ユダヤ人の歴史家ヨセフスが書いたまあユダヤ戦記を見るとわかります。しかし先ほども言いましたけど、ヨハネはエルサレムの神殿の崩壊の 正確な描写をしようとしているというよりもその出来事の背後にあるその霊的な姿を見せようとしているということが言えます。一連の裁きの内容とエジプトに下った災いとも比べてみるとよくわかります。主とエジプト九章二十二節。そこで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって 人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に、氷が降る。プトエビト九章、23節、24節。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と氷を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に氷を降らせた。氷が降り、氷のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エビチョの国中、どこにもそのようなことのなかった。極めて激しいものであった。 ひょうと火が出てきて焼き尽くすというところはととても今日のの箇所と似ていることがわかりますこの後のラッパの裁きに出てくる海が赤くなることまた海の生き物が死ぬということそして水が暗く苦くなるということその水で多くの人が亡くなることそして天地が暗くなることまあ書かれていますけれど。 もしくは九章ではですね稲子が出てきますけどこれは全てエジプトのに下った災いとこう重ねられることができるということが分かります続きを読んでみましょう目白録8章8節から「第二の見使いがラッパを吹き鳴らした」すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれたそして海の3分の1が血となったそして海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、ね。 船の3分の1も打ち壊されたで山が海に投げ込まれるというのも、まあ、これはエルサレムへの裁きのま別の表現といえますエルサレムは標高大体8 0 0メートルぐらいの山の上にありますで海というのはこれは異邦人の国々を象徴していますダニエル書でも4つの違法人のこの帝国を表す獣が海からこう登ってきました 火の燃える山が海に投げ込まれるという表現からここではエルサレムはですね今度バービロンの街とも比較されているというふうにも言えますエレミア書の51章はバービエルロンへの裁きを予言した箇所ですけれどこのようにありますエレミア51章25節「全地を破壊する破壊の山よ」「見よ私はお前を責める」「主の見告げ私はお前に手を伸べ」 お前を岩から突き落としお前を焼け山とする。42節海がバビロンの上にのしかかりその波のざわめきにそれは覆われたここではバビロンが他国の軍隊によって滅ぼされることが予言されていますバビロンはソロモンが建てたエルサレムの第一神殿をこう破壊したま国ですその裁きが 山が海に飲み込まれるというそういう表現で表されています。ヨハネはエルサレムを神の民を迫害したことで滅ぼされたバビロンとしてこう描いているのです。ですから70年のエルサレムの神殿の崩壊はある意味イエス様の言葉が実現した瞬間でもあると言えことができます。イエス様はエルサレムに向かう途上で弟子たちにこう話されました。 また21章21節イエスは答えて言われた誠にあなた方に告げますもしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ一軸の木になされたようなことができるだけでなくたとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになりますこれはエルサレムの神殿の崩壊を予言している とも理解でできる箇所です実際にこのラッパの裁きは生徒たちの祈りによってなされたことを最初に見ました実際のユダヤローマの戦争ではエルサレムは文字通り火の燃えてる大きな、まあ、山のような状態になりました本当に燃え盛るそのような状態になりましたまたエルサレムではありませんがガリラヤ湖でですねローマとユダヤが戦った時にはガリラヤ湖が 海の3分の分が血となったすると海の中にいた命あるものの3分の1が死に船の3分の1も打ち壊されたという状況になったことがヨセフスの「ユダヤ戦記」から見ることができます。続きを見てみましょう。8章の10節から「第3の見つかいがラッパを吹き鳴らした」すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて「川側の3分の1」と。 その水源に落ちたこの星の名は「苦がよもぎ」と呼ばれ川の水の3分の1は「苦がよもぎ」のようになった。水が苦くなったのでその水のために多くの人が死んだ。で星が天から落ちるというのも、まあ、現代人の感覚では、まあ、文字通り星が落ちるのかというふうに考えてしまいますけどそれはまあ適切な読み方ではないでしょう。聖書を文字通り読むとということは 聖書を書いた当時の人々の感覚で読むということです。で見てきた通り多くの場合旧約聖書からその意味を解き明かすことが適切です。星が天から落ちるというのはこれはおそらくイザヤ書のバビロン崩壊を予言している中で使われた表現とまあ関連していると言えます。イザヤ書14章を見てみましょう。12節の子けの明星よ どうしてあなたは天から落ちたのか国々を打ち破ったものよどうしてあなたは地に切り倒されたのか黙示録の大きな星が天から落ちるというのはおそらくエルサレムののの当時の指導者へのこう裁きを表していると考えられます。彼らはこう民衆をキリストにこう反抗させそして70年の神殿崩壊にあたってはローマにこう攻め込まれても 神様の助けがあるんだというそういう偽りの予言で民衆を信じ込ませました。で、苦よもぎというのは旧約聖書では間違った予言を信じたことによる災いを受けることを意味しています。一箇所見てみましょう。エレミア23章15節それへ万軍の主は予言者たちについてこう仰せられる。見よ。私は彼らに苦よもぎを食べさせ。 毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。エレミア23章16節万軍の主はこうおせられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。17節彼らは私を侮る者に向かって、 主はああなた方に平安があると告げられたとしきりに言っておりまた堅くなな心のままに歩むすべてのものに向かってあななた方には災いいいが来ないと言っているで実際にはエルサレムの指導者たちの言葉に従って、まあ、エルサレムのこの神殿城壁の中に残った多くのものはローマ軍に攻め込まれて命を失いました。 まさに続いてみましょう12節八章十二節すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので3分の1は暗くなり昼の3分の1は光を失いまた夜も同様であったでこの暗闇も先ほど言いましたがシュテジプトの災いとまあリンクしています。 また天変地異というのはこれは政治体制がひっくり返ることを言いますで8章は4番目のラッパの裁きまでですで7つの封印の時を見た時も4つの最初の4つの裁きは4と沼が出てきて残り3つとこう区別されましたで7つのラッパの時でもですね強要な4つのラッパの裁きと後半の3つの裁きは少し、えー、特色が違います 最後の8章の13節を見てみましょうまた私は見た1羽のわしが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた災いが来る災いが災いが来る地に住む人々にあと3人の見つかいがラッパを吹き鳴らそうとしている残りの3つのラッパの裁きは3つの災いとも呼ばれていますわしが飛びかかるというのはどういう意味でしょうか これも旧約聖書でも何箇所か出てくる表現ですそのうちの一箇所を見てみましょうホセアの八章一節角笛を口に当てよわしのように敵は主の宮を襲う彼らが私の契約を破り私の教えに背いたからだとありますこれは契約を破った時に敵に攻め込まれる時の表現として使われています つまり黙示録の場面ではローマ軍が攻めてきてエルサレムにまさに裁きが下されようとしていることを告げ知らせているというふうに言うことができます。こんなに明らかな印が次から次へとあってなぜ当時のエルサレムのユダヤ人は気づかなかったんだろうかとそんなふうに思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 わかりません住み慣れた日常や住み慣れた町そして偽りの指導者そして偽りの安心感、まあ、それらのようなものが判断を鈍らせたのでしょう。イエス様も次のように警告されていました。また24書15節から16節それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌むべきものが聖なるところに立つのを見たならば読者はよく読み取るようにその時は ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい当時のユダヤにいたキリスト者はよくこれを読み取り、えー、そして人々はキリスト者は山へ逃げました今は私たちの番です私たちは今週末を生きてます同じように主の言葉を聞き印を読み解きその時が来ればすべてを置いて出発できる そのような心構えができているでしょうか。祈りましょう。愛する天皇お父様、あなたは必ず逃れの道を用意しまた私たちの祈りを聞き必ず正義を成し遂げてくださる方であること、感謝いたします。また同時に私たちがあなたからの印を見逃すことのないように、 また偽りの予言によって偽りの安心感を持ちその時を見逃すことがないようにどうぞ私たちの目を覚まさせていてくださいますようにこの祈りを主イエスキーストのお名前によってお祈りいたします。アーメン